南氷洋のマンモスピラーを目指していた氷河だったが、同じところを堂々巡りする不思議な感覚に悩まされる。ようやく柱の元までたどり着いた時、氷河は思いがけない人物と再会するのだった。これは一体、あなたカミュ氷河。おのれ、卑劣な。何をしようというのだ氷河。死である私に剣を向けるとは。黙れ。我が師カミューは方米宮において死んだ。俺を油断させようとしても無駄だ。ジェネラルよ、化けの皮を剥いでやる。前、白鳥よ。その程度のコスモではこの先確実に破れるぞ。はい、と。いい加減にしないと。今日オーロラサンダー、私ではないはず。いつまでなりきっている。たとえ姿は真似てフリージング、アグイの強さまで真似ることは不可能だ。全力で来い今日が。アミューが本物か偽物か手のことに知るがいい。そのところだ。それだけ。南方洋のジェネラルよ、崩壊させてやるぞ。ここまで見事に通り、私も追い詰め。オーロライクスーソン、オーロラサンダー、アタック。はい、違う、この男がカミューであるはずが。いいコスモの高まりだ。この程度の攻撃、死であるこのカミューは倒せん。それはお前が一番よく分かっているはずだ。フリーキングコス、強さ、この陶器、まさか本当に神、あなたなのか。前、発表よ、絶対レードの神髄を。ダイヤモンドダスト、パーフェクト。ウィナー、ありがとう我が師神。増評がいくら集まってもセイントには無力。嬉しいぞ氷河、よくぞここまで強くなった。カミュ、本当に本当に生きていたんですね。よかった。ヒョウガ、おかしい。いつまでも南大西洋の柱にたどり着けずに、同じところをぐるぐる回っていたと思ったら、南氷洋の柱にたどり着いたなんて。ここはヒョウガが向かっていたはずだが。セイヤ、マリンさん、火星に来てくれたんですか。セイヤ、私はお前をサンクチュアリに連れて帰るために来たんだよ。何を言ってるんです。今地上は大水害の危機に瀕し、アテナも死に直面してるんですよ。だから俺たちは必死になって。いくら必死になってもお前の実力じゃポセイドンに勝つなんて無理だよ。信じられない、マリンさんがそんなことを言うなんて。私の言うことが聞けないと言うなら、力ずくでも連れて帰るよ、セイヤ。この異様なコスモは。さあ、私はちょっと手強いよ。覚悟しな。はい、と。やめてくれ、マリンさん。どうして戦わないといけないんだ。私にも勝てないのなら、ポセイドンに勝つのか。夢のまた夢さ。聞き分けのないからね。おとなしく帰るんだよ。やめて。おかしい。どんな時でもなんてことない。命がけで俺を戦いの場へ導いてくれたマリンさんだ。せえや、もういいじゃないか。私の手を取りな。何者だ。マリンさんは今まで幾度だって俺に手を差し出すようなことはしなかった。なんてことない。決めながらいつでも厳しく接してきたんだ。お前はマリンさんなんかじゃない。さっとと正体を現せ。なんてことない。マリンじゃない、私の正体は
せい。あんたも教わるか。あんたが一番よく知ってるはずだ。俺のこと、こっちのがみなぎり、ペガサス、流星ちゃん、終わりだ。パーフェクト、ウィナー。俺の実力、見てくれたかい。これが俺の実力だ。お前は一体。私の本当の名前は聖火。聖火姉さんだって。バカ、デタラメを言うな。デタラメかどうか、今こそこの仮面の下の素顔を見せてあげる。聖火姉さん、間違いない。幼い頃ずっと俺を見守ってくれた母親のような姉さんだ。やっと巡り会えたんだね。せいや。